はい、ゲーム配信開始します。ちょっとデータベースの穴が色が来たしてたんで。流通のために作られた船は港に泊まる。イベントやるためには千里の手紙っていう世界任務をやんなきゃいけないと。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所。一番初めのところにいたヒイラギ家のお嬢さんですね。まあ、その人から普通にイベント進めれば手紙届けてほしいって言われるんですよね。そしてまあ順を追って説明しますと、千里の手紙ってヒイラギ家に行って夜ぐらい行くと頼まれ事するんですよ。千里さんに。頼まれ事して、まあ、大体千里さんって、このヒーラー家の、まあ、ね、まあ、どこに、どこにいるんで、まあ、イベントを、普通に進めれば出会えるんで、まあ、この方ですね。この人から夜になったら手紙を届けてほしいって言われて、そしてまあ守衛のどこ行くわけですよ。守衛のどこに、まあ、こういう門番がいるんですけど、まあ千里さんが来て、まあ、強引にこの人たちを、まあ、外に出してほしいって言って、外に出させて、まあ、こっちの、まあ、今はあれですよ、ここの辺りのちょっと進んだ辺りで戦闘するんですよ。そして抜けていく。まあ、ストーリー進めてれば、ここまでは普通に進むんで、その後、まあ、雷電将軍の城ですね。そこのところに、まあ、まあ、千里さんが好きな人がいるんですよ。その人に話をするんですよ。まあ、俺、たまたま話をすることになっちゃったんで、今回は話のあれはもう出ないんですけど。で、今ちょっと、この城の門番たちからマークされまくってるんで、まあ、もしかすれば会えないかもしれないんですけど、本来は普通に行けるんですけど、まあちょっと見に行こうかなくらいのノリですね。見に行こうかな。この城の辺りにいるんですよね。辺りにいるのは確かなんですけど、ただ後ろの門番がいるから会えないかもしれないっていうのは、この辺のこの建物の中だったかな、だったはずなんですよね。まあ普通にやってればまあ会えるとは思うんですけど、ところにいるんですよね。どこだったか忘れ、どこだったっけな。まあまあこの辺の城、雷電将軍の城付近にいるっていうことだけは覚えておけばいいんじゃないですか、ね、いて、この城のこっちの方だったと思うんだけどな。この城のこっちだった気がするんだけどな。この城のこっち側の方に
この辺付近だったかに確かいたはず。真田っていう人なんだよな。真田っていう人がまあいたん、真田だったかな。これ入り口の前か、入り口の前かもしれないですね。入り口の前だ。この男は入り口の前にいるんだ。まあ、見つかれば面倒くさいかな。ちょっと遠回りになってますけど、ここだ。ここにいる人だ。この人だ。この人に、この建物の、まあ、城の、まあ、ここのところにいる人に話すと、ここの人に話を聞くと、あ、もしかしたらこの人じゃなくてこの人の言ってる人かもしれない。次にその人に出会えっていう人かもしれないね。この人で話をすると、あ、この人はその、あ、そうか、この人が好きな人じゃなくて、その賢治っていう人かな。九条賢治、旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。いざ。この人だ。この人が、あの、柊木千佐さんの好きな人だ。好きな人かな。うん。この千里の手紙っていう世界任務クリアしないとあのイベントができないですね。料亭が、料亭はそうだ。見苦しいところを見せたな。
それで、で、千里に報告する。それで通行証も取れたし、離島に出入りできる。離島に出入りできるね。ようやく報告できたね。イベントやってからこれは全然手をつけてなかったけど、これやらないと進まないみたい。はい、報告。よいしょっと。炎が弱いからな。炎軍団が弱いからな。匠は宝を有す。よし、イベントの任務終了。世界任務、千里の手紙終了。